この、マネーですね、これね。これね、多分なんだけど、そのマネーのね、多分ね、あの、画学生時代のデッサンなんだと思うんですよ。これね。で、これはね、まあ、僕らもね、ありますけど、人体、まあ、木炭、これ多分木炭紙サイズで書いてあるのかな。で、頭の上からね、足の先まで入れて、で、それで書きなさいと。で、これね、どう考えても、こうやって入れるとね、構図悪くなるんですけどね、うん、なんでこういうのやってるのかなと思ったんですが、こう上下こう決めて全部ね、こういい比例を見つけろっていう意味らしいんですよ、うん、これマチスも、うん、自分で画塾開いてましたけど、人体学ではこうもう紙のいっぱいいっぱいに足と足の先から頭の先まで入れて、そこの間の比例を見ていきなさい、うん、で、この比例法もね、うん、これ多分ね、普通の方から見たら、多分今ミケランジロ、ラファエロ、アングル、ドラクロは出てきましたけど、多分一番うまく見えるはず、うん、普通の方にとっては。でこれがね、19世紀のアカデミズムのすごい力なんですね。で当時まだね、写真機が出たばかりで、10分間こう止まってないと撮れない白黒写真だったわけ。ここでちょっと小さいし、でこういうのをね、大画面で描くわけですよ。カラー。つまり今言ったら、もう、カラー。映画。だからそのレッサンスと同じ感じあったんですよね。うん、そういうのがね、影先を施しちゃった、ブーグローとか、カバネルとか、ジェローとかね、うん。あれはね、もう、なんか貴族だけやってもみんな、庶民もみんな喜んで、そのサロンの、公開日行ってたんですよね。で、ところがまずリアルなんだけれども、実はね、そこに、僕らがまずデッサンって言ったら、こう、ものを見て、それを、こう、書いていく、書き写していくっていう感覚を持ってたんだけども、やっぱこれね、画面と、あと、幾何学の構造に、そういう自然を、混んでいくって言いますかね。でそういう技術がやっぱり4、ゴールデンスタンス以降400年ぐらい続いているんで、これはねなかなかちょっと我々にとって難しい。でまあね、さっきちょっと話出ましたけど、うん、この写真の登場がね、やっぱりその絵画の、はい、やってきた人たちとのそのどう向き合うかっていうね、はいはいはい、写真になんか撮って変えられるんじゃないかっていう思い、あ、そうアングルの時代から、ね、そうですよね。そうですよね。うんうん、でアングルはね、確かでも、ね、こうやってプリズムかなんかのこうやってこう通して、うん、ちょうどこの大きさで投影させて描くっていうのをやってたらしいですけどね。うん、まあ、だけどね、こう写すものと、やっぱりこう自分、これもちろんアングルの先ほどの絵なんかも、ただ写せばできるようなものじゃない、ないですよね。で、それとか、あとはね、当時はね、中級過ぎて、ちょうど音楽で言ったら超絶技巧とか流行った時なんですよ。それで人間はね、機械よりも勝てるみたいな、そういうものってあったなと思うんですね。だから写真には負けないぞっていうぐらい、だから当時は白黒でしたけど、もうカラー写真とね見まがうような絵っていうのは19世紀ものすごいあるんですね。で、そうね、それでこのマネがこれだけ古典的なアカデミズムをしっかりやってるんだけれども、うんうん、やっぱりその作品が非常にその新しいというか、当時からすると非常に不況を買うようなね、うん、テーマを随分書いてたことで、うん、アカデミズムよりもむしろ、まあ、むしろ近代絵画の父ってね、これ言われてるわけで、そうですね、ここから、うん、だけど、ベースにこういったものがしっかりあるっていうね。ありますね。というのを改めてデッサンを。うん、我々はちょっと、やっぱこういうのが、なんかこう、幾何学って言いますかね、こう、洗練させるシルエットの取り方っていうのは、はい、しかもそれを自然に見せる。伝ったかもしれないですね、若い頃から、改めてマネをこれ見直しますね、はい、そして、まあ、マネ の続くのが、まあ、印象派の画家たちで、その印象派の画家たちの中でもやはり今に至る大きな影響を残しているのはこのセザンヌですね。そうね、はい、うんうん、あえてあんまり描いてないデザインを出来ましたけどね、まあ、建物があって、うん、まあまあ、風景木々なんですけれどね、うん、木々とその風景描かれてるんだけども、これさっきのねマネのデッサンと比べると、うんうん、実はねよりルネッサンスに近づいている、うん、なんでかって言ったら、こういうね紙のこう白さがありますでしょ、うん、でそこにねこう線や調子を入れていくことで、こう紙の白がこう前後するわけですね。でそこで立体と同時に空間が、まあ、彫り込まれていくわけです、うん、
ね、こっちから普通ね当たってたらね建物ありますよ、左右どちらかだとどっちか影つけるとかね立体感が出るんですよ、うん、だけどセザンヌそういうことをしていないんだけども、そこにねこうね見えてくんですよ。でこれはねあのなんていうかねそういう見方とか感覚がつくのっていうのは結構大変なんですね。こう絵を描く人でも結構大変、見る人だとね、まあ、なんかよくわからないっていうねところなんだけれども、こうやっぱりこうあの物のその絵の中で起きている出来事が奥行きの中にあるんですね、うん、であのジャコメッティっていう人はあのセザンヌっていうのはまああの終始というか、ね、一生その奥行きの問題に終始したっていうふうに、うん、確かジャコメッティ言葉が残ってて、うん、ジャコメッティ自身のねあの彫刻もこういう彫刻ってやっぱり水平の上に垂直で心棒なんですけど、その芯にこうやってね向かってこの粘土がこうつけ取りする、うん、セザンヌもだからそれは彼にとっての、うん、あのジャコメッティの空間性でしたし、セザンヌっていうのもあのそういうことをしています。でね、セザンヌこれね、そこはもうなんていうかな、もうあの質的実感で、そのね、僕は若い時分かんなかったんですよ、これセザンヌなんだなんだか。だけども20超えて半ばぐらいになった時にあってね、なんかねこうまあそれはやっとそこのあの奥行きの世界に少し入れたかなと思うんだけど、それはねセザンヌっていうのはガスケかのねあの歌に残ってますけどね、とにかく絵っていうのはねこうしなきゃなんないんだって言うんですよ、うん、こうじゃダメ、うん、このね、うん、あのがっちり組まれてるんですね。でこれが感覚できると面白いんですよ。でただの自凸の関係だけじゃなくて、このね立体っていうのがあると周りを取り囲むこう奥行きもガチってくる、うん、でこの線だけの単純なこうと長寿の単純な構図であのねちゃんとできてるんですね。これをね当時の若い画家たちが、いやだからセザンヌって、うん、そのいわゆるアカデミズムを破壊してるんですよ、これその遠近法破壊とかね、なんだけども理論的にそうなんだけど実はそうじゃなくて、うん、あの理屈から入ってるんじゃなくて、この人本当に自然の成り立ちから学ぶっていうか、それがもう本当にもう理論通りというか、ちゃんとその向こうのね革新主義っていうのは、まあ、今あるもののね表面は破壊されるけれども、うん、もっと過去に遡ってその本質を取り出してよく結びつけるっていう、そういう感覚なんですよ。これがすごいです。すごいですね。だからまあ現代だともういいやってことになっちゃうかもしれないですけどね。でこれやっぱりあのまあ我々のね先輩たちも結構学んできましたし、あのよくねこう口に交渉に上がるっていうんですかね、あのずっと言ったんだけども今あまり言われなくなりましたね。だけどもこれはねあのいろんな美術展って昔のねあの中にとセザンヌ絵入ってるとねやっぱりちょっとね違うなっていう風にね見えるようになると非常に見方としてもね面白いんじゃないかな。まあ書いてないところですよね、まあ、そう余白という、うん、まあ、まあ脱ぎ残しというよく言われるんだけれども、うん、そうじゃなくてここもガチッと構成されてるんですよ。そうなんですよね。そうです。だからそういうのがね見えるようになって、そうじゃ面白くなっちゃうんですよ。で結局考えてみると最初ちょっと私余白言ったんだけど、はい、これって結構日本的な余白の感覚っていうか、書いてないところを見せるっていうね。そうね、何かあるようにね、うん、そうですね、うん、それをだからセザンヌの場合はね、まあ向こうあの人はちょっと偏屈なとこなんだけど、まあ、絶対にねこう東洋から影響を受けたって言わないんですよね、うん、だからそれ残ってないよね言わない、うん、って言わないことだけどもね結構あるんだと思いますよ、うん、だけども、まあ、あの何が違うかっていうとやっぱり日本の奥行きってやっぱこういう感じなんですけど、うん、セザンヌはやっぱりこのね紙の中にレリーフを織り込んでいくっていうね感じって あるでしょうね、うん、それはね決定的に違っていて、だからポール・ゴーギャンのこと嫌いでしたねセザンヌは、うん、とっても平らに、ね、平面にそう、うん、あの作ってしまいますからね。はい、まあ、この辺がね、あの非常に。ここから近代が始まって、ピカソなんかもね、うん、ここね、あ、そうですね。はい、ですから、うん、あの、セザンヌは多分油で見るよりもね、こういうデッサンと、うん、ほんのね、ちょっとだけね、水彩
でこう個体してあるのがあって、それをね、現物見ながらね、あ、本当にこれ、この絵の中で、こういう奥行きと立体あるなっていうのを感じ取ると、大変面白いです。いやこれいいです。今日のセレクト、さすがみんないいものばっかり、本当に素晴らしいですよ、これ。いや、デッサンの素晴らしさね。はい、あとは、そうそう、あとはね、平面で置いてもね、やっぱこう、今度はね、立体版のこと話しましたけども、はいはい、ちょっとしたこの強さとかあるんですよ、うんうんこ。ここなかったらどうだろうとか、うん、そうそうそうここの強い点。うんなんかフォーンって四隅がなっちゃうんだよね、うん、こういうのは非常にこう造形力学としても非常に重要なんじゃないですかね。で、まあ、次がですね、まあ、同じ時代のこれゴッホですね。こちらがね、はい、これも素晴らしいデッサンで、本当にもうゴッホの場合もいわゆる修作じゃなくてもう完成作ですよこれね。あーねー、うん、セザンヌとかね、ゴッホって普通に考えると近代絵画の中でのかなりこう下手、あ、ここね、セザンヌ、ゴッホ、ボナール、もう究極の下手くそ絵画なんですよね。そう、アカデミーの言い方からすると言えるんですけど、上手に描くっていうのとね、ちょっとね、ほど遠い感じなんだけど、やっぱデッサン見るとね、まあファンゴッホ、こうね、足ペンって言って、あんまりこう、なんだろうな、こう、ポチッポチッポチッっていうふうに、太い線しか、こう、ちょっと引けない感じなんですね。だけどね、それをね、一点フィニッシュがね、パン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 、こうやった、もう小さな線、さっきの、先ほどのね、ミケランジェロのデッサンで、やっぱり線と、こう、点、線って書いてるって言ったら、もともとね、デューラーの研究とか、うん、佐藤結構 やられてるんですよね、うん、でこう打ち込んでいくんですよ。そうするとね、ふわーっと広がっていくよね。であとこういうところのこう黒さとかね、あとこのこう色面の帯状のものとか、中井さんこれ感動してましたね、このデッサン。そうですね、やっぱもうこれがね、本当にね、本物のデッサンもスーッと見えるんですよ、うん、で少しは油でもはっちゃけたのありますけどね、中期頃にね、グレーの字にね、やっぱりこの点描でポンポンとこう慎重に置いたってたらあれですけどね、そういう油絵なんかは非常にこうクラシックにできてますね、こういうクラシックですよね。いやゴッホもクラシックですよね、うん、それはね、うん、向こうの方の人のね、こう美術史はね、それは外さないんですよ。やっぱそれはね、しっかりする。だから革新的にすごいんだけれども、うん、だけどちゃんと昔からのこう源流にこうつながってるぜっていうのは、うんうね、やっぱチョイスをするよね。でボナールですね、うん、ボナールはまあね、ゴッホよりももうちょっとすいません、あ、そう、ファンゴッホがね、ああいう絵描いてる時に先ほどの世間では、うん、大カラー写真のような絵が大流行りした、はい、同時代なんですよ、うんうん、でその時にね、みんなすごいもう大きなね、カラー写真のような舞台のような絵を見慣れてる人がね、うん、ファンゴッホのね、絵見たらやっぱりこれね、うん、おかしな人だと思いますよ、うん、今僕らは見慣れちゃってるけど、まあね、うん、そうなんですよね。で、まあ今度ゴッホの成果があって、で、一番最後までこう、その印象派引き継いでるとっていうのがね、ボナールっていう人なんだけども、で、ボナールがね、結構活躍するのってもう第一次世界大戦以降で、で、当時もね、シュールとかダダとか抽象とか流行ってたわけ、うん、で、それでもボナールは何をね、しようとしたかというと、印象派っていうのは、やっぱりこう構図構成上ね、やっぱり光にと空気に溶解してしまって弱かったと。だから自分はその印象派の成果に全部総合したいっていうふうな夢を持ってたんですね、うん、だからボナールのよく見るとマネあり、ドガあり、あれモネあり、ルノワールあり、セザンヌあり、ゴッホあり、ゴーギャンあり、浮世絵あり、浮世絵もあり、あ、そうボナールってね、ハポナールって言われて、日本趣味で、ハポンと、日本ハポンですよ。で、ボナールで、ハポナールって、ハポナール。でね、それで、だから、その印象、我々のね、先輩たちがやっぱこの印象派前後、非常にこう、行かれてたっていうかね、進歩したなんか分かる気がするんでね。だからそれやっぱり、日本の、感覚なんですよ。ただで、ね、そこはね、まあ、現代用語で言うと、そのクオリアが右脳系なんで、理屈がないんですよね。
だから今西洋の方のこうコンテンポラリーっていうのはなんかこうあの理屈の方に行ってしまいましたけども、あのボナールはその印象派の総合成果を生かしながらあの受け取りながらなんか非常にこうあの光とかあの空気とかなんかそこの感じる世界まであの行こうとしたんだと思います。でそれでなんでこの2つ挙げたかって言ったらね、日本にはもう明治の大化がある坂本半次郎先生が、坂本半次郎さんがねあの晩年の頃ねこう西洋素描集って見てたんですよ、でその時に、西洋人でデッサンがいいのはゴッホとボナールだなって言ったわけ、だからそれはね、あじゃあなんで坂本半次郎ってそういうあのそのデッサンでしかもゴッホとボナール他にもレンサンスからいっぱいあるわけですよ、セザンヌとかルノワールも全部あるの、その中にもそれを挙げたっていうのが、この時代ってことじゃなくて、といわゆる流れの中で、そうトータルで見てこの2人トータルで見て2人ってなんかどうおっしゃったらしいんですよ、でそれであの坂本先生の、ね、評価がまた面白くて、でねセザンヌとかねルノワールとかね、あれはね仕事臭いって言うんだよね、だからプロの絵だったわけ、プロス、だから日本のそういう、ああ面白いねその見方いいですね、だからそういうこうなんていうかな、こうプロっぽいんじゃなくてもっとこう深い味わいのあるもの自然体でね、日本はほら古く遡れば、あのお茶器とかああいうのあるじゃないですか、であれどう考えても上手な形って一箇所もないわけですよ、例えば丸くピチッとできてます、文様がこんなにあの優れてますとかね、こんなに細かくできてますっていうのを見せないんだけど、そう不均整の美っていうね、そうあのこれこれいいよなってわけですよ、そうそうなんか、あので多分ね未だにあの西洋持ってってもあの辺の美しさっていうのはなかなかね今も多分今は分かって弱中ぐらいなんじゃないかな、分かりますからね細かくピチッとできてるのが、ですからあのそういうとこまでね割といわゆるわびさびですよね、そうですよね、何かでそれはねずっとこうあのつながってきて、でそれがねあのさっきのね話をこうまたくると思っていくと、あの明治の初期に一般の人たちがね あっちゃんのね文人画なんですよ、絵でもパッと描いてね、でそれとやっぱり西洋画っていう西洋の美術が来て、やっぱりそのこうもやもやっとしてるのとカシッとしたのではね違うなって思ったみたいですね。非常にだからこれは日本的な見方ですよね。それ割とそう、ね、そうなんですよ。で、あとはね、このね、時代とかセザンヌいいなと思うのはね、なんか絵の具箱を一個担いで、風景描き行ったら、宇宙飛行士と同じ気分だったわけ。最先端ですよ。今みたいに移動手段もそんなない時代ですから、ね、そういう自然の中にねやっぱり構造と、まあ、この神なる世界を、まあ、当時はもうね近代入ってましたからね、その見つけていくような、ね、感じでしょうね、それで実はあのちょっとパネル用意してないんですけど、この流れの中で、まあ、20世紀大賞ピカソ・マティスっていうのが、ね、そう入って、ちょっと画像は紹介できないんですけれども、ちょっと最後に。あ、そうですか。ね、あそう、うん。で、これ、セザンヌ来れば、その後の継承者として、フォーブ・キューブがあって、まあ、代表者として、フォーブ・マティス、ね、キューブ・ピカソっていうことになるんですけどもね、そのね、画像出てるのはちょっと著作権上の問題もね、あるんですけども、もっとね、こう、線が純粋になっていくわけですね。で、ピカソが待つと、もう本当、一本でこう、ギューッとした、線だけでのデッサンを内容したんですけどね、ご覧いただけないのが残念ですけど、で近代のもの、まあ、セザンヌや印象派が、こう、培ってきた後ですね、なんだろうなこの近代っていうのはね、例えばねこう昔川に橋を架けるとしたら石造りの重いこういうもんでアーチをこうやって作ってたわけですよ、でそれじゃなくて鉄骨で線で薄い板でこう組み合わせてペンキを塗った方が石造りの橋よりも重いものが乗せられる、高くもできる、これが近代らしいんですね、そういうことは今も続いていて、どんどんそのコンクリがなくなってもうパネルでどんどん薄くなっていく、まあ、その軽く薄くっていうのは
まあ、そのモダンの、ね、延長かもしれませんけど、でそれでもうだったら絵ももう線で割り付けて面にして、でその、ね、色もなんかこうニュアンスとかじゃなくて、もう平塗りペンキでパチッと塗ったような、うん、あだからといってあのピカソやマティスの絵はねペンキじゃないんですね。あそこでもうギリギリ空間が、これまたねマティスやね、ピカソとかでやっぱさっき言ったね、こう線でこうくらえてるんだけども、うん、中でこう、まあ、地図の関係がありながらこう立体がね、うん、そこでこうと、うん、なんだろうな、この存在が、ね、こうギリギリこう保ってる感じっていうのを感覚できるとすごく面白いですね。いやいや、もう それしかないっていう、それなんですよ、それしかない。そうこれよくできててね、だから我々ねちょっとこの平面化っていうんだけどね、平面化っていうのはね、平面立体があるもの、平面のこうね寸止めなんですね、うん、寸止めだからねギリギリあるのあるので、それをペッて平らにするかね、しないかのね、あのこの隙間があの見えると、あ特にあのモダンアートマーチスね、ピカソじゃあね非常に面白いと、そうですね、思いますよ。でなんかやっぱりその後がなんかどちらかというとなんかコンセプチュアルな方に来ちゃったね、ポップアート以降ね。そうですね。なんかそういった継承っていうのはもちろんやってる人もいるんですけど、なかなか見えないね、うんうん、だけどあのこの白日会の皆様はねしっかりとそれを やろうとしていますので、そうなんですよ、はいはい、そうね、だから白日会のね絵の傾向で、まあ、ジャンルはねいろいろあるんですけどね、はい、私結構ね奥行き大事にしてるなと思うんです、うんうん、ですね。これで3点あっても、はいはい、あの何か今のこう現代アートって結構もう割とこの物体つったらだけど、うん、そこにこうパチンと当たる感じなんだけど、うん、やっぱりその絵のね向こう側に何かこう出来事があるっていうのは、まあ、ブライも含めて、まあ、中山先生のですもんもそうですよ、ね、向こう側にあるんですよ、これはやっぱり大事かな、うん、でそうするとね実はこの現代空間の中で見るとちょっとこれ弱いって見えたりするんだよ、まあ、物体の時代なんですよ、マテリアが強いって、うん、マテリアリズムっていうのかな、非常にこう強いんですけどね、あのそういうのは大事にしてるとは思いますね。でこれがまた難しくて、現代のものっていうのはもっとそういう意味でこうシンプルっていうか、あの作品もこう直線的なんですよ、スッと分かりやすく、うん、だから絵画っていうのはあのもうちょっとねこういろんなこう要素が総合されて、じゃあ何やりたいんですかって言われたらね、あのでもねシンプルにねこうスポンとなかなか出せないんだけれども、うん、でその代わりそこにはね豊かな世界が あるっていうかね、それをね味わっていただきたいな。あ素晴らしいですね。なんか最後になんかいい締めの言葉になりましたよね。はい。そうですね。ということで本当ねデッサンを知ることでいろんな面でね、うん、絵画の本質とかいろんなものが見えてくるっていうね非常に実は貴重なのことなんですね。まあそのデッサン展っていうのもなかなか意外に今やってるところも少ないんですけども、今回9回目ということでね、ぜひ11月2日から11月の12日まで開催をしておりますので、ぜひご覧いただいてそのデッサンの意義改めてね感じていただければいいなと思います。はい、寺久保さん本当に貴重なお話をありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。